以上が聖書学部門の基本的、見取り図でありますけれども、まあ、今日聖書学の研究を進めていくにあたって特に、次の点に、注意する必要があります。いかなる研究においてもですね、方法論は不可欠です。ここでは右と左にといいますか、ファンダメンタルですね、聖書を極端に時期的に解釈するそういう根本主義の誤りの傾向の問題と、左ですね、つまり、聖書を過度に、象徴的といいますか倫理的だけに捉えようとするそういうこのリベラルな誤りの傾向について少し言及しておきたいと思います。まずこのリベラルな方ですけども、聖書学の研究においてですね、一般にこの歴史的方法と呼ばれる方法のことです。その場合、その根底にどのような世界観、どのような哲学的な前提があるのかを十分に見極めることが何よりも重要です。例えばドイツの神学者エルンスト・トレルチが提唱した歴史的方法の場合を見るとですね、その根底に人間中心主義的な世界観が据えられておりですね、聖書の超自然的要素や神的歴史のすべては切り捨てられ、結局聖書のうちで現在と類比を持つものだけが認められるという結果を招きました。つまり天地創造とかですね、進化論に置き換えられ、またこの奇跡とかね、そういうようなものは象徴的に解釈され、ね、もちろん受肉食材復活もですね、そのように解釈されて、倫理的にこの終末も再臨もですね、再解釈されているという、でそういうこの人間の理性の網に引っかかるものだけをですね、つまり倫理を抽出して、聖書に記述されているものをですね、網ですくった時の水のように全て捨て去るという、そういうこの解釈方法のことですね。これはリベラルな神学に、よく見られる傾向です。ね、でこれに、の反対がですね、極端に時期的にという方法ですけども、それはこの後でですね、ジョージ・ラッドを取り上げて少し言及したいと思いますね。神学が聖書的であるためですね、聖書をありのまま受け取らなければならないと、ね、いうことですね。それは聖書自身の用語で聖書を受け入れ、聖書そのままの基盤に立ち、聖書自身の見地から研究しですね、その成果を提示すべきであるという。聖書を無理に異質の哲学思想の中に押し込めてはならないと、ね、このまっすぐな包丁ではまっすぐですね、魚は切れるわけですけども、曲がった包丁ではですね、どこを切っても曲がって切れるとね、
だから聖書解釈方法における前提と言いますかね、世界観、ね、哲学的前提という、私がこの福音主義神学49号の中でですね、その前提の問題を、NT ライトのですね、パウロ書簡の新しい解釈ということの最後にですね、取り上げておりますのでですね、また読んでもらったらいいと思うんですけども、ジョル・ダーノ・ブルーのですね、いう人の言葉でですね、最初のコートの最初のボタンをですね、間違ってこう止めるとですね、すべての残りのボタンは、ちゃんと止められないというですね、そういう有名な言葉がありますけども、本当に聖書解釈における前提というね、いう問題をしっかり考えていただきたいなと思うんですね。もう一つはですね、この、全部出てしまいましたけども、聖書、ジョージ・ラッドの、終末論ですね、私の翻訳した本、ね、の中に、の1章、2章あたりにも書いてあることですけども、また私は、福音主義イスラエル論という論文ですね、この、福音主義神学ですね、の45号ですね、福音主義神学会なんかあったらこれ販売されていますのでですね、ぜひ買っていただきたいと思うんですけども、この先ほど申しましたこの神学が聖書的であるためには聖書をありのままに受け取れなければならないというね、これはですね、そんなに簡単なことではないんですね。その代表的な誤りをですね、少し最初に話しておいた方がいいんじゃないかと思うんですね。多くの神学者教職者がですね、この誤りの中に福音派の中でも陥っているというのが、エリクソン・ラッドや私の判断なんですね。で、聖書的な、聖書解釈法という言葉はですね、時々間違って受け取られるところはあると思います。それを順を追って少し説明していきますとですね、ラッド、エリクソンや私が言う、この、聖書的な聖書解釈法というのは、使徒的聖書解釈法のことなんですね。で、福音派における、おいてはですね、共通の聖書観があります。リベラルの方では、聖書は全面的に人間の、宗教的な文書であるというジェームズ・バーなんかの立場ですね。それから聖書は神の啓示に対する人間の証言であって誤りを含むというですね、そういう、カール・バルトの、捉え方ですね、に対して、福音派は、聖書は神の霊感による誤りのない言葉であるというね、こういう立場に立っておるわけですね。しかしここでですね、落とし穴があるというね、ことです。というのはですね、この共通の聖書観から、福音派の中では大別して2つの聖書解釈法が生まれてきていると。ね。なぜこのようなことが起こるのかというとですね、この旧新約のですね、
旧約聖書と新約聖書の、まあ、主題がですね、大変異なっていることから生じているということですね。でこのことは、まあ、この先ほど申しましたこのジョージ・ラッドの、まあ、終末論の一章ですね、二章、そしてまたこの福音主義神学の45号の福音主義イスラエル論で、まあ、丁寧に、まあ、説明しておりますのでですね、また読んでもらったらいいと思うんですけども、この旧約聖書というのはですね、まあ、その主としてこのイスラエル民族の栄光とですね、この滅亡と、そしてまあその復興といいますか、いうことがまあ主題になっているというね、民族主義的なまあ文章であるということが内容になっております。でこれに対してこのイエス・キリストの、まあ、受肉食材復活の出来事を中心としたこの新約聖書はですね、まあ、普遍的な神の民ですね、民族主義をまあ脱ぎ捨てた全人類の神の民ですね、のですね、この救いと栄光と完成について書かれていると、ね、でこの主題のまあ違いといいますか、をまあどう扱うべきなのかということがですね、神学のまあ世界ではまあ最もまあ重要な問題ですね。そしてまたこの後触れてくるまあ教理史ですねにおいてもですね、まあこれは東京キリスト神学校ですね、で学びましたときに丸山忠孝先生から学んだこの、まあ、教理史1-2のですね、この1の方の、まあ、ノートなんですけども、そのまあ一番最初にですね、まあ教理で、まあ、歴史で出てくる問題はですね、それはまあまあキリスト教の正当信仰に対してですね、まあ4つの逸脱が起こったということですね。それはまあまあ詳しくはここでは述べられないんですけども、まあエビオン主義ですね、ユダヤ教的なキリスト教のあり方ね、グノーシス主義ですね、これはまあ物質は悪という二元論ですね、精神は善というね、それからマルキオンね、これはまあ新約の絶対的な優位性ですね、旧約をまあ言ったらこの、まあ、取り除こうとする傾向ですね。そして第4に、モンタノス主義という、まあ、極端な聖霊の強調と、まあ、聖書から逸脱した新しい予言の強調というね。でこれはまあ今日でもですね類比される、まあ、逸脱傾向を、まあ、よく示している4つの運動だと思うんですけども。まあ、特にラトが取り上げている関係から言えばですね、このエビオン主義的な、この、まあ、旧約を軸とした、まあ、この、新約の再解釈というね、まあ、こういう傾向ですよね。これは私は、まあ、ディスペンセーション主義聖書解釈、や、キリスト教シオニズムの実践に見られる、このイスラエル民族を軸とした聖書解釈法というね、まあ、そういうまあ逸脱傾向とまあよく似ている本質を持っていると思うんですね。ですから本当にまあ初期のですね大問題は旧約聖書とまあ新約聖書の関係の問題ですね。この連続性ですね、一貫性をですね、まあ、正当信仰はまあ強調したわけですけども、その本質的連続性と一貫性ですね、有機的一体性というか、この神学書では、まあ、ゲルハルダス・ボスのですね、聖書神学なんかに表明されている、
そういうこの歴史性、連続性、有機的、一体性というね。で、そういう中でですね、どう言いますか、ユダヤ民族中心のですね、軸としたそういう解釈を脱ぎ捨ててですね、キリストの人格と御業を中心とした、この普遍主義的な、聖書解釈法といいますか、旧約聖書では、エジプトのナイル川からユーフラテス川までという土地、ね、聖なる土地、また、このエルサレムという首都、ね、永遠不変の首都、そしてまた、神殿の回復というですね、そういう、旧約の言葉があるわけですけども、しかし、新約の人たちのですね、イエス・キリストの人格と御業を中心とした解釈法によればですね、この土地はですね、非造物世界全体に広げられておりますし、この地上のエルサレムではなく天上のエルサレムであるという、この霊的に解釈されて、ガラテ書を見ればですね、土地のではなしに、この人の世界であるというのはローマ書8章に書かれておりますね。で、また神殿ですよね。これは黙示録の21章22章を見ればですね、本当に神ご自身が神殿であるとね、もはや神殿は見なかったとね、書かれているように、いや本当にそういう土地首都神殿を脱ぎ捨てたですね、本質にですね、新約は焦点を当てていると。新約聖書を見ればですね、このええあの土地やして神殿の回復運動みたいなものはですね、かけらも見当たらないわけですね。で、かえって、中世の十字軍運動とか、また今日のキリスト教シオニズム運動というのはですね、アラブの人たちや、このイスラムの人たちに対する救いのドアを閉ざすというですね、そういう悪い証になっているというふうに私は思いますね。昨年講演しました、福音主義神学会、中部部会でのですね、ディスメンセーションシオニズム、聖書解釈とキリスト教シオニズムの実践の分析と評価というね、論文が、この5月の下旬にはですね、刊行され、また、マドン書店の Kindle 本でもですね、刊行する予定ですのでね、ぜひ、聖書解釈の問題ですね、この取り上げてですね、考えていただきたいと思いますね。で、このディスペンセーション主義聖書解釈法ではですね、旧約のイスラエルの神の民とイスラエルに対する将来の回復と栄光というね、そういうものはそのまま実現するんだというラインとですね、新約のイエス様を信じる神の民と、その普遍的な神の民の栄光というですね、それがダブルで捉えられていると。それに対して人たちの聖書解釈法というのはですね、旧約の中にですね、この民族というカラーの中に、この卵の黄身と白身のようにですね、この隠されていた真の神の民がですね、この時満ちてですね、キリストの御業、
人格によってこの出現しですね、そしてこの一つの神の民、民族を超えた普遍的な神の民ですね、のですね、対する一つの神の計画であると、千年国神殿神地ですね、に至るですね、普遍的な神の世界ですね、支配であるということ、これがまあ人たちの聖書解釈をですね、これがまあ私やらでそのまっすぐな包丁ですね、ユスペ聖書主義聖書解釈法は曲がった包丁であるのですね。このようなイスラエルのため軸として聖書新約を再解釈するというのはですね、間違ったこの神のため理解教会論、また終末論を結実させるというね、また今日の誤った形でのですね、この民族によるですね、このどう言いますか、この土地の略奪といいますか、そういうようなものを後押しをするというね、この土地首都、またこの神殿に対するそれがですね、新約の出来事においてはもうこの虚構になっているわけですね。だからこのそういうものを基盤としてですね、この熱狂的にそれを支援していく祈り会を持つというのはですね、私は無知とはいえ本当にそういう土地略奪のですね、この犯罪に加担しているというふうに、この神様の視点からすればですね、見られているんじゃないかというふうに懸念しますね。そういう意味でこの人たちの第4番目、聖書解釈法の原則とね、聖書はイスラエル民族を軸として解釈されてはならず、ね、イエス・キリストの人格と使命において、成就されたものは何かを軸にして解釈されなければならないと、ね。だから私に教理書を教えてくださった常丸山忠さんが面白いことを言われてましてね、私たちの福音派の立場というのはですね、旧新約聖書という立場ではないしですね、新旧約聖書という立場だというふうに教えてくださってね、本当に本質を言い当てているなと言いますかね、やっぱりこの旧約のイスラエル民族のといいますか、栄光とですね、滅亡と復活というかね、復興というかね、そういう視点から読んではいけないとね、新旧約聖書、つまりキリストのもちろん旧約聖書の歴史的な本質に根ざしつつですけども、そういう有機的一体性に立ちつつですね、この本質中心はですね、やっぱりキリストの人格と御業を中心としてですね、この旧約をですね、本質的に解釈しなければならないとね。神殿、エリクソンも言ってるように神殿や犠牲が重要なのではなしに、その中にこの示されている食材の真理が大事なんだとね、そういう捉え方ですよね。パウロもアブラハムの中にキリストの復活信仰の本質を見てましたし、ダビデの王権のですね、栄光の中にですね、バテシェバ問題のですね、罪どん底からのですね、食材罪、覆われたものの幸いね、
を、まあ、抽出しているとね。ヘブル書ではこの旧約は影であると、実体であるキリストの人格と御業、天的な、まあ、聖女、死聖女、ね、神ご自身の臨在、この黙示録のそれらの、まあ、完成された新天新地、ね、まあ、そういうこの普遍的な福音の素晴らしさというものを私たちが見つめるためにですね、まあ、この曲がった包丁の克服というね、ことをですね、考えなければならないと、ね、この私はまあいつもその面で、まあ、シカゴコールを参照するわけですけれども、シカゴコールでは、まあ、いつの時代でも聖霊は教会に対し、聖書による神の啓示に忠実であるかどうかの精査を命じられると。絶えず私たちはですね、自分たちの福音理解をですね、が忠実な聖書解釈であるのかね、精査するし続ける、ね、そして次の世代に渡していくと責任を持っていると思うんですね。私も自分の所属団体や母校の進学校に対してですね、まあ、このことをですね、もうひたむきに今、まあ、取り組んできたし、格闘してきたしね、また次の次世代の手元たちにもですね、私に倣って、ぜひそういう取り組みを続けていただきたいと思うんですね。各々の伝統を謙虚に、かつですね、批判的に精査しと、ね。まあ、時々は、まあ、自分たちの今やってることとかですね、間違ったも進んでることもですね、これは自分たちの伝統だと言ってですね、固執する人たちがいるわけですけどね。まあ、本当に何と言いますか、まあ、大きな、まあ、問題、だと思うんですね。まあ、そういう中で間違って神聖視されている教えや実践を捨て去ることによって、神は歴史上のいろいろな教会の流れで働いておられることを認識しなければならないと。ね。まあ、本当に、より健全なものにしてですね、次の世代に渡していくという。これは本当にまあ大事なことですね。キリスト教の、まあ、こういう、次にまあ、歴史神学のことも話しますけども、いろんな逸脱がですね、ありゅうと言いますか、そういうものが、次々と起こっていますし、今の時代もですね、20世紀を見てもですね、たくさんの逸脱が、三位一体の否定とかですね、またこの聖書の啓示を逸脱した新しい予言運動とかですね、そういうものがですね、次々次々と起こってきているという、そしてまあそういうものにですね、翻弄されている、まあそういう神学的素養のですね、脆弱なですね、教会教派の姿をですね、私たちは見るわけですけれども、私たちが神学教師として立てられているということはですね、非常に、まあ、責任の重たい犠牲を伴う戦い、働きであると、人を喜ばせるためにですね、この働きをするんじゃなし、あるいは学校の経営とかですね、そういうこの学生募集のためにですね、この診療を犠牲にするのではなしにですね、やはりこの知恵を尽くしてね、なんとかしてこの真理の守護者といいますか、としてですね、
両立を図っていかないとですね、赤信号みんなで、渡れば怖くないというね、そういうふうなですね、この進学教育の姿勢ではですね、将来に本当に恐ろしいことが起こるようなですね、最近では武漢で発生した初期にですね、封鎖をし隔離をしておればですね、こんなことにはなってないと思うんですけど、それを隠蔽してですね、そしてこうごまかして、そして全世界に広まって大変なことに、なってしまっているというね。だから本当に進学教師というのはそういうこの逸脱のですね、兆しをですね、発見したらですね、それを初期段階においてですね、にワクチンを打つことができるような務めをしないといけないと。ね、それが目に見えるところ、一時的に、この、マイナスのようにですね、新学生募集に影響するとかですね、見えてもですね、長い先にですね、大きな祝福が待っているということを信じてね、私たちは取り組んでいきたいと思うんですね。